皆様、こんばんは。今日は2021年9月24日金曜日です。まあ、いろんな声がありまして、まあ、これから中国の時代になってくるでしょうとか、そういう声っていうのはやはりあります。でも私としては、まあ、以前の動画でも話をしましたが、これから日本の時代になってくるではないかというふうに私は思いますね。今日の動画、 としては、まあ、この話題もしますので、あとはですね、中国全国としては、もう電力の制限が始まりました。まあ、去年もありましたが、ただし去年っていうのは冬場でした。やはり電、まあ、気の使用っていうのはやはり多かったんですね。 まあ今年の夏場もありましたが、夏場っていうのはエアコン使う時期でもありましたが、でも今の時期でしたら、まあちょうどいい時期でもありますが、暖房はほぼいらないですので、まあ中国にですが、で、冷房は今はほぼいらない状態ですが、まあ飲食店とか、あのデパートは今はほぼ、まあ、営業、 そんなにやっていないので、まあそれも入れてですね。なので、これでも電力の制限をやっているんですね。まあこれについて話をしたいと思います。まあ中国の政策、あるいは中国政府、どこまで無茶苦茶にやっているのか、どこまで無茶苦茶なのか、これでわかると思いますが、 経済がもともと中国の経済というのは良くない状態ではあります。これで電力の使用制限をするようになりましたが、一つというのは受け身ではあります。受け身とは政府からの命令を受けて電気の使用を自らから削減すると、つまり生産の量を削減すると、減らす。それは環境のためですよという意味ですが、もう一つというのは自分からです。 自分の意思からです。原因っていうのは石炭の価格、値段が高いからです。例えば石炭火力発電所。もうこれは石炭っていうのは発電の材料ですので、石炭が高いですので、発電の量を減らしをしました。政府からの補助金っていうのはないんです。なぜならずっと継続的に もう赤字ですので、すの政府はお金を出さないんですね。政府からの指導を受けたのは暗記省と広東省がメインになっているんですが広東省っていうのは中国の製造業の地域になっています中国の輸出の多いっていうのはやはり広東省が多いですが東岸市政府が発表しました普通の企業州 一週間、週に停電4日間。高いエネルギーを消費する企業について、とりあえず一週間は停電すると。物産市、週に 2, 2日間生産可能です。5日間停電すると。産等市ですが同じです。形容市、週に1日だけ生産は可能です。6日間停電するよと。生園市、 すべての工業生産企業ですが、電気の使用のピークを避けることです。夜の23時から次の日の朝7時まで送電すると。他の時間帯は停電する。関東省の政府のビル、政府機構の事務所、等の事務所も含みますが、エアコン26度以上に設定すること、勤務後、電気を消すこと、コピー機、 パソコンの電源を切ることですよと。夜景のネオンライトを消すこと。節電をしてくださいと。街のライトをつけるんですが、半分を消すこと。広告のライト、夜景のライトを消す。というふうに指導されていますが、もうこれは大変ですが、関東省っていうのは輸出の省ですので、現在、 西洋のクリスマス向けの商品を生産している最中なんです。フル稼働しているところなんですが、もうすぐ出荷の時期になってきますが、これで生産は停止となります。 次ですが、アンキ今は大変電力不足となっていますが、節電してくださいと政府が発表しています。9月22日夜0時から、秩序のある電気の使用をしてくださいと。まあ、秩序のある電気の使用というのは、まあ、電力の使用を制限するという意味です。アンキの 特徴としては、資源の省なんです。例えば、麻安山製鉄章ありますので、そして、銅漁師というのがありますので、銅の都市なんです。銅を生産する、まあ、地域となっていますが、電海島の生産量、中国では最も多いところですが、年間110万トン生産しています。これから生産量を減らすというふうに発表されています。 電解銅の量を減らすのですが、普通の銅の生産、陽極板の生産を最優先にすると発表されています。影響を受けるのは銅を製造する企業ではないんです。銅を原材料にする、生産する企業が大変です。現状では生産、原産ですが10%からです。そして少しずつ減産していくことになりますが、 中国の発展改革委員会発表されました。中国の9個の省エネルギー消費しすぎですよと責めていました。聖海、寧波、寧夏、厚生、広東省、福建省、ウイグル、雲南省、山西省、高層省、そして10個の省省エネの目標に達成しました。 してないよ、というふうに攻めていました。石膏省、河南省、乾燥省、四川省、安記省、紀州省、山西省、国立高省、遼寧省、厚生省ですが、そして政策を発表しました。まあ、言うことを聞かないということですので、もう攻めてからもう対策を発表しました。やりますよ、と。エネルギー消費しすぎた地域に対して高い温泉、高い えー、高エネルギーの,その新規のプロジェクトの審査を停止しますよと。まあ、これが原因がありますので、政府、中国の政府、地方政府ですが、非常にプロジェクトを、まあ、や,やるのが好きなんですね。そうすることによって、自分のポケットに、まあ、接待とかもそうですし、ポケットマネーが増えますので、まあ、中国の 今回も、まあ歴史もそうですが、今もそうですが、政府が強いんですよ。政府がプロジェクトをやっていきます。政府がお金持ちになります。つまり官僚ですね。官僚の接待、あるいは公務員の接待することで、まあその町ですね、飲食店、まあカラオケボックスとか、まあ KTV ですね、そういった接待が流行りますので、そうすると一般市民、まあ百姓ですね、のポケットとか、 100も豊かになっていくので、まあ、これが経済の発展のも元でもありましたが、まあ、今回はこの新しい新規のプロジェクトの審査を停止するっていうことで、地方政府にとっては痛い,いんですね。プロジェクトがないとお金が回ってこないんですね。 それが理由なんです。なので、地方政府にとっては痛いんです。まあ、つまり、中央政府のパワーはやはり強いんですね。地方政府の弱みつかんでいますので。まあ、これで、高層省政府の対応としては、緊急電気の使用を制限すると、9月25日から工業用の電気を送電停止する。15日間停電しますよと。ただし、生活用の電気を維持する。 事務所のエアコン使用禁止。街の電気半減する。半減っていうのは街のライトありますので、一つ消して、一つつける。次はまた消えて、またつける。そういった状態なんです。これが半分消える、半分つけるっていう意味になりますが、影響されているのはコンクリートの企業、織物工業、そして製鉄所が、まあ、大変です。次は潜水所。 マグネシウムですが、生産停止です。まあ、これはですね、電気がないので、いつ再開するかは未定です。えー、石膏所、織物産業、印刷金業、布を攻める工場ですが、まあ、すべて生産停止です。まあ、10月、もうすぐ中国の建国記念日ですので、その連休が終わるまでですね、生産停止ですよと。まあ、終わってから、まあ、再開する予定ではありますが、 石膏書の印刷産業ですが、あるいは布をですね、染める工場ですが、中国の30%のこのような産業は石膏書に集中しているのが現状です。この影響は大きいですね。特にアパレル関係ですが。石炭発電所ですが、石膏書、高層書が発表しています。 現在、石炭の価格が高騰しています。石炭不足しています。短い期間での解決はできないと予測しています。発電の量を減らす、し,しますので、企業の経営者は心の準備をしてくださいと。つまり、我々はもう耐えれないから、もう何とか自分でやってくださいという意味です。そこでは、まあそういった自家発電の設備が売れています。 まあ、あの、そういう経由を入れてですね、バン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 回しますので、発電機、今売れていますが、ただし、発電の量っていうのは、やはり違いますので、まあ、これは問題となっていますが、まとめると、これらの企業ですが、一部は国営企業ではあります。そして、地方政府の企業もあります。 また、個人経営の企業もあります。でも、関係はありません。みんな生産、一時停止か、減産するかですね。国営企業、地方政府の企業の特徴っていうのは、独占的な地位なんです。つまり、市場を独占している状態です。でも、急にですね、まあ、減産、あるいは生産を一時停止になっていると、下流側の企業は大変です。 中国の経済が発展している省ですが、広東省、石江省、高層省、山東省です。今は混乱している状態です。国営企業は独占している原因ですが、原材料を生産しているからなんです。原材料がないと、下流側の企業は生産できません。簡単に言えばですね、私はよく鉛筆とか100円ライターを例にしますが、 今回は100円ライターにしますが、上にあるのは化学工業、アルミ産業、製鉄ですが、例えばこの容器ですが、圧力容器、圧電、セラミックス、防風のライターでしたら、1300等の温度に達しますので、そして中にはバネもあります。メッキ工程もあります。塗装も必要です。超音波溶接も必要です。あの、いろんな材料入っていますので、 原産量であっても、一つの産業が止まりましたら、この100円ライターっていうものは作れません。問題の原因としてですね、まあ、政策の問題ですが、つまりエネルギーの政策なんですが、環境の改善、石炭の生産量を減産するっていうことですので、まだ石炭の、まあ、企業ですが、一部は生産停止している状態ですが、 結果としては石炭の値段が高騰です。発電所が発電しても赤字ですので、そうすると発電の量を減らします。中国では、まあ、私もよく言いますが、発展改革委員会っていうのが、まあ、元ですが、計画経済委員会でした。これはですね、あの中国は改革開放、 ま、当小平ですが、改革開放してから、計画経済はもういりませんっていうことで、計画経済委員会が、発展改革委員会に変わりました。これが、でもですね、計画経済の先祖でもありますので、まあ、その DNA を持っていますが、つまり、企業をコントロールするのが上手なんです。 現在ですが、出勤平の命令を受けていますが、つまり CO2 排出、まあ、改善すると。環境を改善すると。計画経済の DNA ですが、これで軌道になりました。CO2 の排出をチェックしますので、これで9個の章を攻めていたんですね。つまり CO2 の排出、やめてください。というふうに言っているんですね。 CO2 の排出イコールエネルギーの削減という意味ですが、まあ私はよく社会の血液、トラック、運送だと言いますが、もう一つさあるのがエネルギーなんです。エネルギーを削減すると経済の問題が起きます。普通の国では、例えば日本ですが、技術を革新していきます。省エネの技術を開発、そして普及させていきます。まあ 日本の政府も支持、あるいは支援をしていますので、でも中国ではもう簡単にやっていますが、まあ技術がないので、簡単にその生産の量を減らせばいいというふうに思っているんですね。本来なら普通の政府としては企業に対して生産の量を減らせよ。 と言えなないはずなんですね。でも中国の政府っていうのは普通ではないので企業に対して命令を出すことができます。まあ国営企業ですし政府の言うことも聞きますのでつまり環境の政策あるいはエネルギーの対策では産業に影響してきました上流側から下流側までむちゃくちゃなんです経済が最も発展た してる主要であってもむちゃくちゃなんです。つまり産業のサプライ,サプライチーンですが、無茶苦茶の状態になってきています。9月21日。 国連大会が開催されました。習近平はテレビ電話の形で発表をしていました。これはですね、あまり注目されていないんですね。やはり、まあ、広大不動産の話もありますし、他の議題も TPP とかの議題もありますので、あまり注目されていないんですが、習近平は国連大会で話をしました。 中国はこれから海外で石炭火力発電所の建設はもうしませんというふうに言いました。これが原因がありますので、当時ですが、アメリカ大統領特使、県気候変更問題担当、ケリーさんですが、天使に来られました。大きいに対して要求をしました。中国に対して海外で石炭発電所を やらないでくださいよと、やめてくださいよというふうに言われました。でも習近平としては、まあ、国連大会で正々堂々と返答、あるいは発表しました。この原因がありますが、もともと中国の発電ですが、68%石炭発電所がやっていますので、これは高度な技術言いりませんので、 もう石炭を燃やしてボイラーを炊くだけでいいんですので、そして蒸気タービンを回すだけでいいんですが、それから発電機が回りますけれども、中国はシルクロードを推進する、そして外国で石炭、 火力発電所をを建設するそのプロジェクトを推進していたんですね。でも他の国ではみんな頑張っています。特にフランス、まあ、今年もアメリカもそうですが、石炭発電所を廃止にしようとしています。フランスとしては今年ですが、もうゼロにしますので、中国はもうずっと推進していたんですね。その結果っていうのは、世界の石炭発電所に 使用する石炭が増えたんです。つまり先進国はみんな努力しているのに、 中国のせいで成果はないですし、むしろひどくなっているのが現状なんです。石炭の消費が多くなっているので、それでみんなに批判されていたんですね。これが現実ですが、まあ、これが習近平は国連大会で石炭発電所の建設はもうしませんよと言ったのが、まあ、この原因なんですが、中国の気候変動、 環境の改善の対応としては、これは社会的な運動となっていますが、まさに共産党の DNA ですが、運動が好きなんですね。CO2 排出の削減、あるいはカーボンニュートラルを実現するには、やはりグリーンな技術が必要だと思いますので、現代的、先進的な技術で、 伝統的な技術を入れ替える。つまり古い技術を捨てます。新しい技術を入れますっていう意味ですが、でもですね、中国にはこれができないんですよ。まあ、中国の政府もこれができないですし、まあ、単純に生産の量を減らせばいいでしょうっていう意味をやっているだけだと思いますので、まあ、これでできるでしょうっていうふうに思っているんですね。簡単に言えば。 まあこれがですね、非常に中国の経済はさらにショックを受けることになりますが、もうすぐ結果は見えると思いますが、今年の後半ですが、中国の経済のデータ数値ですが、ますます悪くなるというふうに思います。アメリカとしては産業の革命ですが、あるいは、まあ今回のその環境の議題にして、まあ、問題にしてですね、 もうきっかけにして産業の革命あるいは産業のレベルアップを目標にしているというふうに思いますが、まあ私としてはですね、中国はもしですね、環境の改善をするには、一番ですね、まあ、お願いしないといけないのが日本なんです。日本の技術をインド、まあまあその入れでですね、 指導を受けて入れて中国の産業のレベルアップもできますし中国の環境の改善もできるはずなんですよ。でもそれがやらないんですね。単にもう生産量を減らすだけやってるんですね。でも結果としては自分の産業のサプライチェーンが崩壊してしまうんですね。本来ならですね、アメリカはこの気候を問題にしてあ日本はですね、 有利だと思います。で、もともと日本っていうのはエコの大国ですので、アメリカっていうのは非常に省エネとかではないんですね。でもこれからやっていくっていうことですので、多分日本の技術、あるいは日本の企業の協力が必要になってくるというふうに思います。少なくても、 いろんな知的所有権が日本が持っているものですね。まあ、これから私としてはすごい期待できる、あるいはもうそれはもう絶対これからそうなるでしょうというふうに思っているのですが、まあ、やはり風力発電とか太陽光発電っていうのはあんまり安定ではないんですね。まあ、この間、アメリカも、まあ、今年の年末でしたが、 アメリカも電力不足が起きていましたけれども、もう中国もこの原因なんですが、やはりこれから水素のガスタービンが流行るではないかなというふうに思います。水素っていう言葉、あるいは水素の産業,産業になってくると、日本はです、ね、70%あるいは80%以上の知的所有権を持っているんですよ。技術ですが持っていますので、例えば水素を生産する。 作る。あるいは水素を運搬する。水素を使う。そういった技術はですね、日本が非常に強いんですよ。それはもう30年前、40年前からやってきたわけなんですよね。それがやはり日本の強みでもありますが、まあ、中国の現状としては、あるいは世界の中では、やはり COG の発電所、まあ、BFG とか、あるいは天然ガスの、あの、そういった ガスタービンが非常に多いんですね。天然ガスのガスタービンとか。天然ガスもこれから多分廃止になっていくと思いますので、これからまあ水素の時代になってくるではないかと思いますが、ただしですね、水素の時代っていうのは、水素のガスタービンっていう意味ですが、水素の電気自動車、 んかどうかはわかりません。これは10月の G20 の、あの、集まりでは、まあ、そこまでですね、出てこないとはわからないんですが、ならないとはわかりませんけれども、現状では水素のガスビン、水素の発電っていうのは非常にグリーンというふうに思いますし、そして安定、そして継続、まあ、ガサ瓶の同じですので、まあ、これは非常に日本が強いというふうに思いますね。まあ、私的には、まあ、これから、 日本の時代になってくるではないかというふうに思いますが、まあ、中国っていうのはもうむちゃくちゃですので、何をやるっていうのは分かりませんので、思いつきでやって いるんですよ産業のサプライチェーンっていうのは中国に置いとくっていうのは非常に危険ですので、何がが起きるか分かりませんので、病気が起きるかもしれませんし、何かが,がね、今回はそうそれですので、もう政府が目を閉じてむちゃくちゃなことをやっていますが、まあこれで日本も影響はされると思いますが、まあ、非常に安全、安心できないですので、もう、 中国に産業のサプライチェーン置くっていうのはダメですよと私は思いますね。この動画はここまでにしたいと思います。最後、いいねのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。